おはようございます。リコー TV です。これスーパーバイブシンキングバグ 1.8 インチ、略して SVSB っていうことで、ディスタイルのね、新しい沈む虫っていうコンセプトのワーム、これをですね買うことができました。でですね、これ亀山ダムで、早速使ってみたらそこで釣れたので、まずはそちらの映像をご覧ください。釣れたルアーはディスタイルのね、沈む虫。初めて使ってみたんですけども、開始早々ね、一応釣れてくれたんで、しばらくねこれやってみたいと思います。こんなねピリピリしてる。はい、遠目にねうっすら見えたのに沈む虫入れて、ちょっとねサイズアップ。いやー、このピリピリ動いてるのが効くのかね、よう釣れる。はい、というわけで帰ってきました。実はですね、日曜日にレジットデザインのオーナーズミーティングという大会が亀山ダムで開催されて、でそれでエントリーしようなんて言ってですね、ボート屋さんでこう並んでいたら、横にですね並んでたんですよね、これ。で、あ、これ買ってみようと思って、で買ってみて試したことなかったんですけども、大会の時にですね、あ、そういえばあれ買ったなーなんて思って、なかなか釣れた状況だったんですよね。で、そのレジットデザインオーナーズミーティングの様子はまた別の動画でですね、全部の釣果と合わせてまとめていこうと思いますので、そちらでご覧いただければと思うんですが、まずはですね、この SVSB ですね、結構擦れた状況で、あー、これも見切る、あれも見切る、あ、何やったら釣れんだろうってね、もうね結構困っちゃっていて、でこれをですねこんな感じで出してね、針につけて投げてみたところ、そこでね3匹ぐらいポンポンポンって釣れてくれて、2匹の重量で競うですね勝負だったので、あー、もう速攻リミットメイクなんて思って、一番いいサイズの魚もですねこのワームが連れてきてくれて、名前なんだったっけなと思ってですね、ディスタイルの沈む虫とか言ってますけども、改めてですね SVSB ですね。じゃあ早速ですね、どんなワームかっていうのを見ていきたいんですけども、こう毛がね、手がいっぱい生えていて、で真ん中にはこういう感じでスリットがあります。
でね、表裏はないように見えるんですよね。こうどっちから刺してもいいような感じ。実際にね、使ってみると何匹か釣るとですね、さすがにこの頭の部分が破れたりしますので、そのタイミングで逆側向けて逆側からもまた使えて、で最終的にはですね、斜め掛けなんかもやってですね、でさらにさらにこの後ろから針を刺して、多分こっちが頭だと思うんですけども、こっち側から針を通してですね、逆刺しにしてもね、魚ね、見に来たり食いついたりしてくれてですね、まあいろんな刺し方で使えるよっていう感じだったんですけども、通常こういう感じのワームだと、あの今カツのミハラムシ、あれが丈夫でお気に入りで使っているんですけども、それとコンセプトとしては似てますよね。沈んでいっぱい毛が生えていて小粒でということで、ただですね、こう使ってみると結構、あ、使い分けしていく感じになるなっていうのをね、すごい感じました。この一番特徴的な横のこのピリピリ動き続けている手、これがね、シリコンのラバースカートを刺してやる、まあ虫チューンと全然違ってですね、まあ張りのあるシリコンを刺せば同じような効果が出るのかなとかね、まあいろいろ考えてはいるんですけども、このね、一体成形でワーム素材がそのまま伸びている、こんな感じのこの形、これがね、水に入れてみるともうめちゃくちゃアピールしてくれてるんですよね。あのシリコンのラバースクワットがアピールしてないかっていうとそうじゃなくてですね、こうね、入れてすぐこうビリ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 ってね、こうね、動き続けてる、この感じがチューニングしたり、あとはイマエビ、ミハラムシみたいな最初からラバーが刺してあるのと絶妙に違うなね。で今回ね、提灯で吊るして吊るして、こう魚を、なんだろう、下から叩いてね、水面をこうパン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 叩いて呼び寄せて、それからスッてね、こう水中にスッて入れるとすぐ食ってくれるっていう状況だったんですけども、そのタイミングで他のワームでも同じことをやってたんですよ。ずっとね、釣れない間水面で誘って、で入れて思わず食わせるね、この作戦ね、かなり試したんですけども、なかなか食いつくまで至らなくて、でこれどうかなーなんて思ってね、入れてみたらね、結構躊躇なく、スレバスがね、口を使ってくれたっていうことで、で日曜日の開催だったので、土曜日はですね、すごい練習の方が入っていたようで、まあ見えバスは結構いっぱいいたんですけども、本当にあれどうしちゃったんだろうってぐらい、ルアーに反応しないんですよね。30センチぐらいのとかも、これ釣れないかなと思って見えバスがいて、で通常時だったらこれ食っちゃうだろうっていうアプローチ、入れてるんですが全部無視されて、こいつがね、もういきなり大活躍してくれたんで、一気にお気に入りのルアーになってしまいました。シリコンのラバースカートチューニングしたものとの使い分けで考えていくと、あっちはどちらかっていうと置いて、あのふわーって自然にラバーが動いて、そのなんだろう、デッドスティッキングというか、置いているだけでこうふわーって見に来るんですね。確かに見に来るんで、そこからうまいね、最初のワンアクションとか入れれば、ずっと効くだろうなっていうことで、だからちょっと止めておいて時間をかけて食わしたい時は、ああいったミハラムシとかイマエビとか、そういったルアーを使っていこうかな。でちょんちょんちょんスッて入れてすぐに食わせてみる、そんなパターンの時はこっちのね、SVSB 使ってみようかなということで、今年はね、ほんといろいろなメーカーからこの虫なんだけど沈むっていうコンセプトのワームね、ジャッカルとかエンジンのブーンチンとか一世とかレイドジャパンとかね、ほんといろいろなところから出てくるはずなので、もう出てるやつもありますよね。そんな感じでね、沈む虫、戦国時代なのかなということで、今年はですね、いろいろ買い込んでみて、で今ね、その吊るしておいて吊るした後浮いたっていうの
はね、なんかね、それで食わないんだってね、結構すれちゃってることがあって、でこの釣りもね、ほんとブームになってみんながやりだすと、多分ね、そのすって入れ込んでピリピリって動かすね、こういった釣り方もね、すれてなかなか釣りづらくなってくることはあるんだろうなと思うんで、この出だしのね、今がね、こういったルアー一番効くタイミングなんじゃないかななんていう風に思いますんで、だいぶ虫なんかもブンブン飛んで、水面が賑やかになってきたというような感じなので、引き続きね、いろいろ試していきたいと思います。じゃあね、ちょっと重さですね、ではでは SVSB の重さをね、ちょっと測ってみたいと思います。何グラムかな、 2.5 グラム、ちょうどね、出たばっかりのレゼルブジュニアとほぼ一緒ですね。で、針どんなのがいいのかななんてね、気になると思うんですけども、自分もね、これから実調動画の中でいろんな針試していこうと思うんですけども、今回に関しては、ガマカツのセオライズの4番。これがね、すごいね、ぴったり。マッチしました。あとね、魚もよくかかってくれて、食いついたのは3匹で、その3匹ともしっかり船に上げることができたっていうことで、バランス的にはまずまず申し分ないんじゃないかななんて思いますが、その他ね、ちょっともう少しワイドギャップなものとか、あとはもう少しナローギャップなものとかね、サイズも含めていろいろ試していこうなんていう風に考えておりますが、とりあえず、そうですね、セオライズシリーズでいくと真ん中の軸線形の4番、これがね、非常に使いやすかったっていうのと、魚もね、うまいこと船まで上がってきたということで、ご報告しておきます。というわけで、今回はですね、このディスタイルの出たばかりのスーパーバイブシンキングバグっていうことでね、で実際にね、これで全部釣ったやつと、あとね、その他にもいくつかね、ルアーで釣って、それで大会どういう結果だったかってね、これもね、近日中にまとめて動画にして出していきたいななんていう風に思いますので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録お願いいたします。またですね、グッドボタンもよろしくお願いいたします。というわけで、本日の釣りコー TV はディスタイルから新しく出たワーム SVSB のご紹介でした。はい、釣りコー TV でした。